さんこんにちは。ダンススタジオマルインストラクターのマッケンです。今回は、エンハイブンのアッパーサイドドリーミングという曲をレクチャーしていきたいと思います。皆さんぜひ真似してみてください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 169 170 171 172 173 174 175 176 167 168 169 170
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4っていう風に一回両手ボーンと上げてあげたら、そのまま下ろすタイミングで左足から一緒にドン、エン、ドン、エンっていう風に斜め後ろに出してあげたら、そのままつま先を持ってきて、そしたら右足に乗せてあげるようなやつを持ってくる。でもう一回最後持ってきてあげる。でやるときに一緒に肩も下ろしてあげたら、ズン、カ、最初に右がズン、ハ、上がってきて、そのままズン、ハ、できて、また最後やるときに手は回してから上に持ってきてあげて、下ろす。一緒にやっていくと、5、6、7、8、1、N2N3N4N5N6 はい、というふうに見ていきます。で、そのまま持ってきたら、うん、は最後開いて N うんかうんか感じでドンドン。そしたら右手頭に乗せたら、そのままズン、エン、ポンで払って、その時にちょっと足広げてあげながら、リズムを取って、ドン、エン、カ、ドン、エン、カ。リズムとしては、頭を後ろに取ってきて、上げる。これを一緒に、ドン、パ、ドン、カ、はい。で、そのまま、ドン、カ、ドン、カ。そしたら、ちょっと中に入りながら、パ、ドン。それは、その中の向きとかは、メンバーによってそれぞれ変わったり、もスタンドしたりもしているので、好きなところでやっていただきたいです。頭からゆっくりやっていくと、5、6、7、8、1、2、3、4、5、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。したら、後半、ちょっと軽く準備してあげたら、この手は押す、押す、ドン、エン、カ。って感じで、押す、押す、やりましょう。やるときに、足は右足前で、ドン、エン、カ、はい。あ、こっちでしたね、多分。ワン、エン、ツー、エン、スリー、イー、フォー。はい。足は、右足前で、そしたら、右足、ペン、と感じさせて、このまま、左足。はい。これを、手をつけてあげながら、1 and 2 and 3 1 and 2 でしたら、ここで手も一緒に準備してあげるから、この一瞬出してあげる。そしたら次、右足前でクロス、そしたら引く。で、そのまま左足に乗って、ドンドンドンか、考えると1 and 2 and 34、準備、ダウン、ダウン、ダウン、気をつけ。そしたら次反対、左足前から、1、N、2、N、3、4、N、5、6、7、8。交互にやってほしいので、反対の場合は、次は左足前から、左足、2、N、準備できたら、そのまま左足出してクロス、バック。そしたら次、右足反対側からダウンダウンダウン。そしたらもう最後、ちょっと中に入りながら、手は回してきてから
人差し指、頭に抜けてあげて、下ろす。で、おしまいです。後半も回続けていくと、じゃあ、ここからゆっくり、セーブン、エン、イン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、イン、フォー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、イン、フォー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エン、ワン、ツー、スリー。はい。いかがでしたでしょうか。なんか結構昔のヒップホップみたいな感じでランニングマンが入ってたりとか、なんか楽しいアップテンポな曲ですごい楽しいと思うので、皆さんもぜひ真似してみてください。ではさようなら。